こんにちは。三権の抑制と均衡についてやっていきましょう。まずは三権分立についてです。歴史や公民の最初の方でもやったんですけれども、大事なのでもう一度確認しておきましょう。日本の国の政治は、立法権を持つ国会、行政権を持つ内閣、司法権を持つ 裁判所の3つの機関を中心に行われていますこのように日本は国の権力を3つに分けそれぞれ独立した機関に担当させる三権分立をとっているんでしたよね唱えたのはフランスのモンテスキューでしたそれぞれ立法を国会行政内閣司法裁判所とどちらが隠されてどちらが聞かれても答えられるようにしておいてください 続いいて、ての関係と国民についてです。まず日本の大切な政治の中で国会と内閣の関係性について授業で扱っておりました内閣は国会に対して責任を負うという制度のことでしたよねそれを何と言うかというと議員内閣制と言いました議員内閣制を取る日本では国権の最高機関である国会が 3県の中でも最も重要な地位にあるんです。主権を持つ国民は国会議員を選挙で選びます。その国会は内閣総理大臣を指名し特に衆議院は内閣不信任の決議を行うことができました。国民は国会議員の選挙を通じて内閣も選んでいるというんですが 直接内閣を選ぶことはできず、国会の中で内閣の核が決まるというふうになっている制度が議員内閣制の特徴でした内閣は最高裁裁判判所長官官をを指名し、しその他の他任命します指名と任命については以前も説明しましたが指名ではまだ決定ではなかったのが違いでしたよね。 そして国会は弾劾裁判所を設けて裁判官を辞めさせることができましたまた最高裁判所の裁判官に対しては国民も直接任命が適切かどうか国民審査を行う権利があります国民審査はこうした衆議院議員の選挙と一緒に行われますしかしこれに関しては国民の関心は低く これまで辞めさせられた裁判官はいないというのが現状です一方で国会も内閣や裁判所による制限を受けます内閣は衆議院の解散を行うことができ裁判所は国会が制定した法律の意見審査を行います内閣もまた裁判所による意見審査や 行政裁判の対象になるんですこのように三権がお互いに抑制し合い力が行き過ぎないようにそれぞれ管理をして均衡を保つことによって国の権力が集中することを防ぎ国民の人権を守っているんでした最後に違憲審査制についてです日本の裁判所は国会が制定した法律や 内閣が作る命令、規則、処分が憲法に違反していないかを、具体的な事件の裁判を通して審査します。これを、違憲審査制と言うんです。これは、下級裁判所も行うんですが、特に最高裁判所は、法律などが合憲か違憲かについての最終決定権を持っているので、憲法の万人と呼ばれているんです。 違憲審査制は憲法によって政治の権力を制限し国民の人権を守るという立憲主義の考えに基づいておりここにも憲法が国の最高法規であることが現れております。以前授業で説明したようにかつては王様や絶対的な権力者が自分たちの思うように政治を進めていてかなり国民の中には厳しい思いをした人もいました。 それではダメだよねということで絶対的な権力者も憲法に従いそれによって国民の人権を守るという法の支配という考え方が生まれたんでした憲法が国の最高法規として存在していることで国民の人権が守られているんでした近年では公職選挙法や民法に対して平等性に欠けるとして最高裁判所が 意見であるという判決を出し国会で法律が改正された例があるんです今回の単元ではこれまで別々にやってきた国会、内閣、裁判所がそれぞれお互いに関係し合っているということがとても大切になります授業でこれについて詳しく扱っていきますがぜひこれについては図を見ながら 皆さんも自分の力で確認をしてみてください。今回は以上になります。お疲れ様でした。